東京オリンピックに出場した東欧ベラルーシの女子陸上選手が1日、代表チームの運営について公に不満を表明した後、コーチ陣に東京の羽田空港に連れられたものの、ベラルーシには帰らない、と主張している。搭乗予約のあったトルコ・イスタンブール行きの便には乗らず、空港警察署にいるという情報がある。クリスチナ・チマノウスカヤ選手は、2日の女子 200m 走に出場する予定だった。しかし、チマノウスカヤ選手はロイター通信に対して、代表チームのコーチたちが1日に自分の部屋にやってきて、荷造りをするよう指示し、空港に連れてきたのだと話した。私はベラルーシには帰らない、と、同選手はロイター通信に話した。チマノウスカヤ選手はまた、国際オリンピック委員会 IOC の介入を要求。ベラルーシスポーツ連帯基金 BSSF がメッセージアプリ Telegram 荷物チャンネルに投稿した動画で、彼らは私の同意なく私を日本から連れ出そうとしている。この件について IOC に関与してもらいたい、と訴えた。BSSF は、ルカシェンコ政権に抗議するなど政治的意見などのため刑務所に収監されたり、不利な扱いを受けたりしているスポーツ選手を支援する団体。チマノウスカヤ選手の要求に対し IOC は、同選手について報道を見たと短い声明を発表。ベラルーシオリンピック委員会に確認を取っていることを明らかにした。これに先立ち選手は、ベラルーシのための欧州ラジオ ERB に帰国するのが怖いと話していた。オーストリアに亡命希望か選手は1日夜現在、羽田空港にいる。現場には日本の警官たちもいる。ベラルーシの反体制派メディア、ネフタのタデウシュギチャン記者はツイッターで、チマノウスカヤ選手がオーストリアに亡命したいと話していると書いた。東京のオーストリア大使館に連絡を取りたいと希望しているという。ギチャン記者はさらに、チマノウスカヤ選手はトルコ航空便に搭乗せず、予約していたとされる便はすでに出発したと書いた。選手は羽田空港内の空港警察署におり、日本の外務省員が向かっているようだと書いた。https://twitter.com/tadeusugichan/status/1421838736820776 記者はこれに先立ち、ベラルーシ代表チームの管理体制を彼女が7月30日に批判すると、独裁政権側のメディアは、お前は国の恥だ、という中傷キャンペーンを開始した。今となってはベラルーシに帰国するのが怖いと、チマノウスカヤ選手は話しているが、チーム関係者が無理やり彼女を東京の空港へ連れて行った、とツイートしていた。記者は、大事なのは、チマノウスカヤ選手が独裁政権の批判を特にしていないという点だ。単に、ベラルーシチーム関係者が書類手続きを誤って、何の訓練もしていない競技に彼女を登録してしまったと不満を口にしただけだ。それなのに独裁体制の国営メディアは彼女を国家の敵に仕立て上げた、と書いている。https://twitter.com/tadeusugichan/status/1421790699918446595 いかにず参加、チマノウスカヤ選手は7月末、インスタグラムに動画を投稿。一部の選手に出場資格がないことが分かり、5日に予定される400メートルリレーに出場するよう急遽指示されたのだと話していた。この動画が掲載された後、ベラルーシの国営メディアはチマノウスカヤ選手を批判。
国営テレビオントは、選手にチーム精神が欠けていると非難した。チマノウスカヤ選手はロイター通信に、チームのコーチたちがいかにずさんかインスタグラムで話したせいで、チームから外されたのだと話した。一方、ベラルーシオリンピック委員会は、チマノウスカヤ選手をチームから外したのは、感情や精神の状態が理由だと発表。200メートル走と400メートルリレーの出場は取り消すと説明していた。ベラルーシでは1994年から続くアレクサンドル・ルカシェンコ政権が反体制派を厳しく取り締まっている。昨年8月の大統領選で4選を決めたルカシェンコ大統領について、全国で数十万人が不正選挙だと反発し抗議行動に出た。その中には多くのアスリートも含まれた。その後、代表選手になれるだけの技量を持つ優秀な選手たちが、訓練費用を断たれ、代表チームから外され、拘束される事態になった。英語記事ベララスオリンピック、クリストシーナ・トサイマナスカヤリフュージング・トゥー・フライ・ホーム、C、BBC ニュース。